はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。サイテーマンです。ゼルダ無双、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回ハイラル王をね、始まりの大地の時の神殿にて救出することに成功しまして、で今回はですね、ここハイラル奪還戦、ハイラル王のね、1号でね、ハイラルの全兵力をここに集結するというあれが入りまして、でおそらく、まあでもさすがに最終決戦ではないかなと思うんですよ。リンクが別に、あのリンク変えてもいいらしいんですね。これ別に手羽とかにしてもいいみたいなんで、で最後の面とかだったらさすがにリンク強制出撃だと思うんで、最終面ってことはなさそうです。で今回は、ハイラル王、あとこれこいつね、使っていこうかなと思います。で、4人目が手羽の最後の技が追加されたので、これをちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。で料理がダメージ 17% アップをダブル食いで来てます。 10% アップと 7% アップダブル食いですね。さあハイラル奪還戦、もう山場を迎えてますね。最終決戦かな。恐れることはありません。私たちなら必ず成し遂げられます。そろそろ刻限です。ジェッキー、ご注目。満を持してのジェッキーでしたね。全員を転移させるわけですね。あとは力を合わせ、ガノンを打ち破るだけだぞ。ようやく僕らの力を見せつけてやる時が来たみたいだね。頼みますよ、リーバル様。よーし、皆の衆、侍が戦闘行くぞ。存分に暴れてやろうぜな、ユンボ。ハイゴロ、行くから。そうかんじゃ、こんなことが実現するとは。号令は頼んだよ、お姫様。ゼルダなんですね、号令は。今こそ厄災ガノンを打ち倒す時。ハイラルにすまう全ての人の力を合わせる時です。私たち一人一人の力でなせることはとても小さいかもしれないけれど、こうして皆で共に戦えば負けることはないと私は信じています。ポックに戻ってましたね。左下全く映らないから。戦いを続けていたハイラルの兵士たちに、ゾーラ族、ゴロン族、リト族、ゲルド族、イーガ団も加わり、戦いうる全ての人々が今ハイラル平原に集結した。彼らを率いるのは四神獣と四人のクリテ、そして大魔の剣を持つリンクと封印の力に目覚めたゼルダ。厄災ガノンを封じ、平和な世界を取り戻すため、人々はゼルダと共にハイラル城へと進軍を開始する。はい、行きましょう。リンクはマスターソードで来てます。なんだかんだ言ってリンクが一番使いやすかったりするんですよね。はい、やっと読み込んだ。めちゃくちゃロードに時間がかかってました。ハイラル奪還戦いきます。敵が
あーラストっぽいな、BGM も。いきましょう。各地で、とりあえずキャラを一人ずつ見ていきたいと思います。とりあえず中央の拠点リンクで軽く制圧します。リンクの技はもうこれ以上増えないんで、真珠でガノンを弱らせる、真珠でガノンを弱らせるのは変わらないんですね。4人のエキスが真珠による攻撃を準備を開始と。はい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 、誰一人かけてもいけませんと。インクはね、このノーダメージの時にめちゃくちゃ強いんで、できるだけダメージ受けずにいくといいかもしれないですね。ハートが満タンの時に攻撃力が上がるみたいなスキルをつけるとリンクは強いかもしれない。ベリーハードを想定していて、どのスキルがいいかなっていうのをずっとこのノーマルの時に試行錯誤してるんですが、攻撃速度アップか体力ハートが 30% 以下の時に攻撃力アップとかがいいのかなと思ってます。ラッシュダメージアップとか、あれよりは攻撃速度アップの方が使いやすいかなっていう感じです。ハイラル王いきます。ハイラル王ね、僕もまだ見てないんで、技が一つ追加してますね。 ZR 姿を切り替える。王の姿では強力な一撃、老人の姿では素早い連続攻撃、強攻撃中に姿を切り替えると追加で強攻撃を放つ。はいはい。姿を変える？あ、おっさん、ブレハイのおっさんだ。ちょっと待ってください。とりあえずハイラル王から行きましょうや。はい、これハイラル王の、リンクに近いですね。リンクに近いです。これ王家の体験なんですけど、おっさんは普通に片手剣のように振り回してますね。で、1回からの強攻撃が、リンクっぽい。めっちゃリンクっぽい。1、2。で、この攻撃の最中も一応老人に切り替われるっていうことですね。1、2、1、2、3、叩きつけと。で、一つ技追加しているんで、これです。なるほど、円形の範囲攻撃するとか。マシ、リンクに近い、強いと思いますこの人で。老人に切り替えると、老人状態でも悪くないっす。で、この時にチャージ攻撃中に姿を変えると技が変わると。いいっすね。なるほど、今なんか明らかに強かったよね、強攻撃中に。よし、じゃあ必殺技見てみましょう。いきます。攻撃は許さぬ。許せよ。かっこいいじゃないか、おっさん。おっさんかっこいいじゃないか。ここで切り替えます。はい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 と。おっさんからハイラル王に変わることもできると。はい、じゃあ次こいつ、こいつなんですけど、こいつは使ったことがあるんですが、弱いです。とりあえず弱い。とりあえず見ていただきたいのがこれ。ブン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 っていう、そう、範囲は広くて重い一撃なんですが割り込まれるんですよね。それが何よりヤバくて、なんか安定しない。あと何よりちょっと気持ち悪いっていうのもあります。なんか ZR でこれ買われるらしいんですよ、これ中の人で。中の人の性能とかぶっちゃけよく分かんないんで、で勝手に変わっちゃったりとか。これがチャージ4かな、敵を吸収して撃つ技。チャージ1が前方になんか衝撃波みたいなのを打つと。で、この技は中の妖精によって、まあ妖精のなんか差がよくわかんないんだけど、
じゃあ次があと1個か、拠点。あそこじゃあこいつで奪いに行きましょう。ここだ。こいつはアイスビーズローブは簡単です。炎がないじゃないか。まあいいや、これでいいや。で、必殺技がなんか全員にキスされるみたいな、これもまたちょっとようわからん技です。ただ威力は結構あるんで、威力は相当なもんなんで、これがなんか息を吹きかけるみたいなやつ、リンクを強化したやつですね、ブレワイで。なんかすごいし、ナイス。やれやれ、今回は特別な援護してあげる。ナイスナイスナイス。リーダー、これで敵の前線拠点を抑えた。このままハイラル城を目指しましょう。よいしょ。ガーディアンたちが進行開始。これちょっとリンクで、あ、テバも使ってなかったっすね。テバはね、最後の技がね、爽快なんで、最後の1個だけお見せしてなかったんですよね。この技がすごいんですよ。1、2、3、4、5、これがですね、空中から2位にずっと射撃するっていう。相変わらず空中飛んでるときは無防備なんで、相変わらず空中ときは飛んでるときは無防備なんで危ないと。結構ガーディアン相手にするとちょっと厄介だな。1、2、3、4、これが場所を変えれるっていうのでだいぶ使い勝手いいです。で、ボスに対しても多段ヒットなんで連続でダメージ与えられますよと。本気で行くぞ。こいつを食らえ。ケバはかなり強いキャラクターだと思います。僕は結構好きですね。結局のところウィークゲージをどう削るかみたいなとこあるん で、ウィークゲージを削るのがね、テバは得意なんですよね。我ながらいけてたな。あとぶっちゃけテバが一番あの声がかっこいいと思います。やばいよこれ、撃ってる時やばいよ。はい、スマッシュ。とりあえず片付けました。ちょっとモロハ感が否めないですね。テバは強いけどちょっと危険な戦いではあった。ここは余裕です。これでとりあえず神獣の準備は整ったと。ガノへの攻撃も防がれちまう。障壁が発生。神獣で攻撃を仕掛ける前にあの障壁に対処しなくてはなりません。味方本陣、白銀モリブリンが味方本陣へ進行開始。障壁の対処に向かう。本陣を狙う敵は将兵に任せる。魔物によって展開されているようです。維持している魔物を倒せば悪いか。オッケーオッケー。よし、じゃあ格好撃破でいきますか。おっさんがガチロック。大妖精は正直もう防御に回した方がいい感あるけど、まあ近いから行ってもらおう。テバは、テバもこっち行く。いやー、こっちの方が近いんか。こっち行こう。で、リンクが中央行きます。よし、まずは、こいつ。怨念の火の口。できるだけダメージ受けないようにして
よし、とりあえず OK。 リンクのとこは大丈夫なんですが、問題はここだよな。よし、ガチロックか。ガチロックがとりあえず迎撃4。よし、乗れおっさん。これね、おじいさんとハイラルを切り替えることで、攻撃の後のクールタイムみたいなのをなくせる。これ攻撃ダーって入れるじゃないですか。この後切り替えることでほとんどクールタイムなしで連続攻撃につなげれてますね。これだけでもう強いな。すごっ、あそこからビークポイントゲージの破壊まで持ってくるのは強すぎるよね。あとが要戦どこです。あと1箇所ですね。ここです。マグロか。ここリンク向かわした方がいいかもしんないな。近く誰かいるかな。あ、リンクいるな。リンク向かわせよう。お任せよ。きつい。大妖精が弱い、とにかく。大妖精。私に任せてくださる。よし。オッケー。体格的にはやり合ってるんですけどね。マグロックと大きさ的には。このなんか入れ替わんのもなんかよくわかんないし、削るんはなかなか大したもんなんですけど、スネーカー。とりあえず必殺技打ち切ってリンクに変えます。よし、マッシュ。パンチかい。結局パンチかい。フィジカルを生かしたパンチだった。結局必殺技いきますか。いけ。悪夢です。まるで悪夢。大ダメージ取ることはできましたが、でいいところはリンクが持ってきます。 OK、 これで結界は障壁は全部破壊したはずです。赤い月だ。赤い月が出ます。それはガノンの魔力が満ちる時。地上をさまよう魔物たちの魂。そうなんですよね。肉体を取り戻してしまう。赤い月の各地の敵が孵化した魔物の群れがリンクたちに侵攻開始。倒したやつらが全部復活したってことか。厄介ですわ。あ、本当だ、ヒノキシド復活してんじゃん。せっかく倒したのに。タイミング悪く赤い月が出てしまいましたね。ブレワイではよくあることです。とりあえず平原の敵また片付けますわ。いやー、攻撃力がすごい。リンクですらここまで押し込まれるとは。こ
他のとこ大丈夫かな。よく一人目、あとこいつだ。いやーリンゴもねそんなにいっぱいないんで、これは結構やばい。一回復しようか。大妖精のとことかやばいだろうな。とりあえずこっちを別の場所で、でリンクをこっちに向かわせよう。ここはテバとハイラローが4人のエキスが戦場に到着。そう、テバ必殺技溜まってないかな。溜まってない。既存たち救援のため移動を始めた。いなもうロットもないしリンゴも減ってきたしな。ちょっと防御力の低い手羽はきつい。おっさんで慎重に戦おう。リンゴの補充に行った方がいいかな。これもしかしたらこうなるんだよな。まずいまずいぞ。リンゴが足りなくなる。さあどう。ちょっと熱いなんかセリフ入ってるんですけど、救援感謝いたします。救急が直接的にこっちに救援に来てほしいな。えい、リンクのとこでしたらきつかったですからね。ロック、よし、もうあとがガチロック。ガチロックの攻撃は重いのでもらえないっすね。テバーにしようか。太陽線のところはもうなんとかしてもらう。そうなるんだよな。一応ガードがギリギリ間に合う。手羽ね攻撃いいんですけど、これ無防備なんだよなこの時。距離取ろう。安全に戦おう。やばいやばい。2345。この時危ないんで、そろそろ逃げる。やばいやばい、回復。やばいやばい。あーもうラストのリンゴ使う。こうなると大妖精のとこどうすんだって話になってくるな。OK とりあえずこっちもなんとかした。リンゴの補充できないかな。リンゴもらえないかな。ダメだリンゴがない。ここはリンクでなんとかしよう。ちょうどレベル上がってくれたんで、パス人、もうパス人、アクチの敵が再び復活？切りないぞこれ。どうすんの？どうすんのこれ。せっかく倒したのに。
ってのがようわからないんですけど。よっこ切り替えて追撃で、リンクでいきます。間に合うかな。また赤い月出ちゃうんで、時間かけると多分出ちゃうと思うんで急ごう。間に合い間に合い。モリブリンだけでしょ。ヒノックスは多分復活してないんで、モリブリンですね。こいつを急いで倒して間に合え。爆弾でスタンをここ取りに行きます。取った、よし、行ったでしょ。赤い月で行かれる前に、じゃあ全員ここだ。怨念のライネル全員集合で。ライネルか、回復はリンゴが1個ね。ラッシュ、これノーマルなんですけど、ベリーハードだったらどうなんの。まあ僕やるんですけど、ベリーハードね、まあこのチャンネルかもう一個のチャンネルかでやるんですが、今から恐ろしいよな。で、みんな駆けつけてくるんで、全員分の必殺技をこいつに浴びせますと。よし、全員が到着したら、必殺技溜まってるものから全員に打ち込んでいきます。でもリンクでなんとかなりそうだな。これようわからん、ようわからん技。はい、スロット、マシ。お父様、マシ。さすがに溜まってるやついないかな。いないいないね。テバが一番近いか。テバだったら最悪一撃で持ってかれるとかありえるんだよな。危ない危ない、リンク以外危ないわ。これやばいっす。リンゴがあと1個あるんで、こいつがラストなんであればなんとかなりそう。えい、よし、とりあえず OK。 ハイラル城に乗り込む前にリンゴの補充とロッドの補充をしておいた方が良さそうですね。大妖精がマジでポンコツだった。あとハイラル王もコンボ技ができてないので、まあでもハイラル王のポテンシャルはなかなかのもんでしたね。よし、厄災封印戦、おそらく最後ですね。ゼルダとリンクが固定になってるんですよ。ってことは多分ラストだと思います。次回ですね、最終回になるかなと思うんですが、また次回もお楽しみで、ベリーハードも、やりますので、ライブ配信でやりますので、よかったら、そちらの方もよろしくお願いいたします。でサブチャンネルの方も、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回を楽しみに。最低マンでした。ありがとうございました。